ヤロスラフチェルマークはチェコの画家である、主に歴史画を描いた。プラハの裕福な絵に生まれた。妹がポーランド人貴族、政治家の家地、コンスタンティ・チャルトリスキに嫁いでいる。子供時代に大怪我をして、ベッドで過ごさなければならなかった時、絵に興味を持った。1847年に、プラハの美術アカデミーに入学して、クリスティアン・ルーベンに学ぶが、 一年ほどで母親が、プラハでは、良い教育が得られないととして、ベルギーに移り、アントウェルペン王立芸術学院に入学し、フスタフ・はッペルスに学んだ。1850年にルイガレーと知り合いそのご指導を受けることになった。1852年にパリに移り、その後はパリを拠点に活動した。パリでは、ロマン主義の画家、ウジェーヌ・ドラクロワや、 オリエンタリズムの画家アレクサンドル・ガブリエル・ドゥカンと知り合い影響を受けた。1850年代や1860年代はヨーロッパ各地を旅しその土地の歴史を描いた。バルカン半島やトルコや故郷のボヘミアを訪れた。バルカンの風俗を描いた作品のスタイルはオリエンタリズム絵画に共通するものがあった。ありがとうございます。